報の前田さん、です <laughs> は,い、こんにちはよろししくお願いあの京都もとにかく暑い、近畿で一番ということで <laughs> そうですね、35.8度まで今日上がりました、はい、ただ、皆さん今日まだ7月の4日ですよ、<ー>まだ7月の4日で梅雨ですよ、梅雨なのにこんなに暑くなるのっていうのがちょっと気になったんですが、前田さん、はい、どうなんですか今日この暑さの一番の原因は日差し。うんうん 日差しなんですよね。実はこの時期の日差しって油断できないんですよ。おうおう実は真夏よりもこの梅雨の晴れ間の方が日差しって強いんです、ね。へ 日差しが強ければ強いほどその空気を温める効果がやっぱり大きくなるというこ、ん、とな,なんですね。うん、その真夏よりも強いっていう例がありまして、うんうん、去年の7月1日と8月1日の日差しの強さを比較してみたんですけれども、うん、この日あの、どちらもあの同じように晴れていて日差しの届いていた時間はほぼ同じくらいだったんですけれども、うんうん、この全天日射量っていうのが日差しの強さを示していると思いますと。と、うん、これ 午前10時から午後3時にかけて、うん、い,いずれも7月1日の時の方が日差しが強いことを示しているんですよね、えーえー、青が7月赤が8月だから、はい、8, 月8月よりも7月の方が暑い日差しが強い、えー、だからそれだけあの地面を温めたりだとか,か空気を温める力が強い、うん、さてお天気ですけど前田さん今後どうなりそうですかです暑さは一旦、うん 今日までということになりまして、はい、まあ蒸し暑さはしばらく続くんですけれども、うん、これほど強烈な暑さは今日まで明日は広い範囲で午後から雨が降り出しそうですので気温もちょっと落ち着くような感じになりますね,すねただ今度は週末の大雨が心配<ー>まだ梅雨は続いています,す大雨、はい、結構降ります 結構降ると思います。<ー>はい。今回キーワードが大気の川<ー>というものなんですけれども、はい、大気の川何かと言いますと、まあ、空気中の大量の水蒸気の流れのことをまあ、あの川の流れに見立てて、うん、目には見えないけれども雨を降らせるような雨雲の材料になるような水蒸気があの空気中を流れているんですね。うん、例えばあの天気予報でも暖かく湿った空気が流れ込んでっていう言葉よく使うと思うんですが、<ー>その湿った空気の部分、あの高気圧 の周りを回ったりだとか、うん、あのモンスーンっていうね東南アジアの方からも水蒸気が日本の方に流れ込んでこの時期来るんですねで、昨日九州で線状降水帯が発生するような大雨になりましたがその大気の川の流れがまさに昨日は九州に 流れいいいていたたううような状況だったんですねでこのときと同じくらい非常に激しい雨を降らせる力のあるような水蒸気が今度の週末、近畿地方の方にまで流れがたどり着いてきそうな様子なんですね。ということはやっぱりまあ九州であれだけの豪雨がありましたから、まあ、関西地方も注意した方が良さそうことですそれぐらいの 雨を降らせる力のある水蒸気の流れ込みとなりますので、まあ、どの場所でどれくらい降るかというのは現時点ではまだちょっとわからないんですけれどもそれぐらいの危険性があるということを今のうちにしっかりと認識しておいていただきたいなと思うんですね,、うん、ですねここ数年こういう豪雨被害って続いてますからっしっかり備えをしておくということは、はい、前田さんん必要かもしれません、ね、特にこの7月上旬っの大雨の災害も起こりやすい時期ですので、はいうん、要注意、要警戒ですね。くれぐれも皆さんご注意いただき たいと思います。この時間は前田さんの解説でした。ありがとうございました。